皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、私たちマーチーゲーミングのワールドであるマーチータウンのサムネを描こうということで、今度のねハロウィンイベントに向けてハロウィン仕様のものを描いているところなんですが、実はこちら没絵でございます。どうもねなんかバランスがおかしくて、結局描き直しをしております。ということで気を取り直して私書き直しております。ちょっとね首の角度をつけてみましたね。なんかやっぱあんまり真正面の絵よりちょっと首の角度ある方がなんとなく躍動感があるんだなとちょっと思いながらですね書き直しているところでございます。でいつもですねこういう動画でお話をすることなんですけれども、一応ねこれ書き終えましたら左右反転をさせます。そうするとなんかバランスがおかしいところがわかるということで、これね今ちょっと左右反転させています。これね見た感じまあそんなに変なところないかな、まあ変かもしれないけどまあいいかなと思って特に書き直しをせずこのまま行くことにしましたね。ということでこれをねなんかガルルってちょっと右の方に書いてますけれども、これねまた元に戻してガルルがね反対方向になってますが、まあそんな感じで、でこれ今ペン入れをしているところですね。もうね今回ねこの絵を描くということが久々すぎて、このペン入れのね線が全然うまく描けなくて結構時間かかりました。指がねやっぱなまっちゃうんですよね。でなんかねこの絵自体はそこまでまあいいかなっていう感じではあったんですけど、この線がなかなか引けなかったことがね結構ねちょっとああしまったなって思いました。やっぱコンスタントにね絵は描いていきたいなと思います。でアバターマーチのねこの絵のバージョンだとですね、彼女はね猫の耳がついたヘアバンドをつけているので、今回はねそのまま猫娘にしてみました。ちょっとね、まあ服装自体はなんとなくこうドイツっぽい、まあドイツっぽくもないかもしんないんだけど、ちょっとなんか海外のドレスな感じを出しつつ、まあ、尻尾をつけつつ、でまあ手もなんかグローブみたいのつけつつみたいな感じで描いてみました。でこのねなんかなんていうのかな、服のシワ今描いてますね。これちょっとねレースのところが描き方がよく分かんなかったので、これググって調べましたね。で髪の毛のところもなんかちょっと結んでるとなんか可愛いかなと思って、ちょっと一部リボンをねつけてみたりして、で今髪の毛を描きつつ、そしてまあザカザカとねいろんな細かい部分も描きつつなんですけれども、今目描いてますね。私ね目を描くのがね好きなんだけど、やっぱ一番緊張しますね。で目の形決めつつ、で今回はね猫娘ということで、ちょっとね牙を前より大きめにしたことと、あとなんかねナルトみたいなヒゲとあの鼻ちょっとつけてみましたね。でこれで一応完成です。これね線画が完成したんですが、前もお伝えした通りなんですけど、一応この線の先とかを綺麗にね処理をしましたね。ちょっと今省きましたけどね色塗ってますね。もう私ベタ塗りのね人なので、ベタ塗りでブワーって塗っていきます。そんでねこれ塗ってくんだけれどもね、私面白いことにね毎回このね彼女の髪の色が何だったかっていうのを忘れるんだよね。だからね前に描いた絵を見つつ、あこんな色だったなって思い出しながらなんかね塗ってくんですよ毎回。もうね使う色忘れちゃうのね。なんか一応履歴みたいのなんかあるんだけど、あどれだったかなみたいな。でまあ前と違っててもいいかみたいな感じでね、結構適当ですね私適当に塗ってます。で今ねヘアバンドを塗ってますね。ちょっとね薄めのグレーにしております。今回ね手のグローブもこちらの色と同じ色にしようと思ったので、まあ前の色が何だったか覚えてないんだけど、気持ち薄めのグレーにしようと思ってこちらの色を一応選びましたね。でこうやってねなんか可愛いよね。なんかこう猫のさグローブつけてるだけでなんか可愛さアップするんじゃないのみたいな、ちょっと浅はかな思考が見えますけれども、で今ね一生懸命また影をねつけていますね。でこの影ってさなんか色つけるときにさ気をつけたいのが、その同じ系統のものじゃないと影が浮いちゃうよね色がね。だからなんか同じ系統のものをちゃんと選ばないと、その影自体の色が浮いちゃうというか、例えばなんか今ピンク塗ってますけれども、ここにちょっとなんか例えば赤みが強い色を選んでしまうと、なんかそれだけで影が浮いちゃうので、私はねいつもその同じ系統で
濃さが違うというか暗さが違うものを選ぶように気をつけております。で今ね顔面塗りつつですね、で今ねこの彼女の右腕ちょっと描き直してますね。なんかねごつかったので描き直しました。ちょっと華奢にしてあげましたね。でねまあいろいろちょっと修正しつつなんですけれども、で今尻尾塗ってますね。こちらも彼女の耳のヘアバンドとあとグローブと同じ色で塗っております。でね次こちらよく見ると真ん中のこのレースの部分塗ってますね。でこちら白なんですけれども一応薄いグレーを乗せて影をちゃんとつけました。じゃないとやっぱちょっとのっぺりしちゃうなと思って入れております。で次ね目ん玉の白いとこですね。これ目ん玉の白いところの面積が大きすぎるとなんとなくびっくりしちゃってるように見えちゃうので、こちらはね慎重に調節をしながら目ん玉の白目の部分の面積を決めております。でこちらが塗れましたら次はですね彼女のこの黒目の部分ですね。彼女は黄色い目ん玉ということでまず黄色ですね。ちょっと今回は目ん玉をね明るめにしてみました。なんか猫ちゃんのあの黄色い目の子っているじゃないですか。あの子って結構黄色い綺麗な明るい色なのでそれをイメージして、で今ね光を入れてますけれども、そして口の中はねまあピンクということで可愛い色をチョイスしてみました。でこうやってねまあ塗っていきまして、だんだんねこう見えてきますねこの最終の姿が。で今肌のね暗い色を選んで影を入れております。なんとなくその影になっているようなところをなんとなく影に塗っていくとなんとなくそのような絵になるということでね。で次ですねこの尻尾もねちょっとモコモコしてる感じを出したかったのでちょっとモコモコと入れてみました、影をね。で今度ほっぺですね。やっぱほっぺはねちょっとピンクい方が血色がいいのでほっぺたは可愛いピンクをつけてあげました。そしてねこの髪のねなんか微調整しますね。まあこれ本当はあんまやんなくてもいいかもしれないんですけれども、この影になっているところのさらに影を作るみたいなちょっと意味不明な感じなんですけれども、なんか一応やって、で今ねもじゃもじゃなんか塗ってますけれども、こちらね今回緑の服にしようかなと思ってボワーって塗ってます。本当はねなんかチェックとかなんか柄入れようかなって思ったんですけど、ちょっともうめんどくさかったので省きましたね。でこちらねまた影を入れつつですね、やっぱ影がねあるとだいぶ印象変わるなと思いながら塗りましたね。なのでねちょっと影を入れつつなんですけれども、こちらでね気をつけたのはなんていうのかな、その影の入れる方法ですね。そういうのをちょっと気をつけてみました。でこちらのね腰の部分はなんとなく皮っぽいような感じのものということで茶色をチョイスしましたね。こちらもねまあ一応影つけました。まあこの影まあいいかなって感じで入れてます。で今回ですね彼女のこの髪のリボンは目の色にちょっと合わせて近いような黄色を使ってみましたね。で背中側の髪の毛がちょっと一部足りないなと思ったので今付け足しております。で彼女の今回の猫のペンダントはね髪のリボンと同じ黄色で統一をしております。ちょっと光沢を出すために白をねペロッと入れております。で最後に髪の毛にちょっとしたこの光を入れて、で今回はこれで完成ということになりますが、最後にですねちょっと彼女のこの目の瞳孔の色が薄すぎてなんとなくぼやーっとした雰囲気になっていたので、ちょっとこちらの色を濃くして修正しましたね。ということでこちらが本当の完成図になります。とりあえず今回はこれでいきたいと思います。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。